オスモ・バンスカは、フィンランドの指揮者。ヘルシンキフィルハーモニー還元楽団のクラリネット奏者であった。その後、シベリウスアカデミーでヨルマパヌラに指示して、指揮を学び、ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝し、指揮者に転身した。シベリウスアカデミーの指揮家の同級生に、ユッカペッカサラステ、エサイコールペッカサロネンがいる。1985年に、 ラハティ公共楽団の主席客演識者に就任、さらに1988年に同楽団の音楽監督に就任して以来、フィンランドの一地方オーケストラに過ぎなかった同楽団を世界的なオーケストラに育て上げた。多くの場合、オーケストラが技術的に飛躍を見せるときは、それに伴って元来持っていた独自の音色美、個性を失うことが多い。しかし、 バンスカの非凡なるところは、ラハティ教の技術上のレベルアップを果たしながらも、それと同時にこのオーケストラが本来持ち合わせている、ローカルな特色を活かすことに不信したところである。その結果、バンスカラハティ教のコンビによる、北欧音楽、特に、シュベリウスの演奏は、その独特の透明感あふれる響きから、フィンランドの風景を思い起こさせる。 北欧の空気そのままなどと絶賛を博すこととなった。上記の理由などが示すように、同学団とのシベリウスの公共曲や還元楽曲の録音は世界的に評価が高い。その他、1993年から1996年まで、アイスランド公共楽団、1996年から2002年まで、 BBC スコティッシュ公共楽団のそれぞれ主席指揮者を務めた。また、2003年より、ミネソタ管弦楽団の音楽監督を務め、同楽団とベートーベンの公共曲の全曲録音を行った。北欧音楽以外の分野での活躍も期待されるところである。日本へは、ラハティ教を率いての来日公演のほか、広島公共楽団や、 読売日本交響楽団に客演するなど、たびたび来演している。2013年10月1日、楽団員と運営側の雇用契約交渉が決裂し、ミネソタ管弦楽団のポジションを辞任した。約1年後、雇用契約が再び結ばれてから、同楽団の音楽監督のポジションに復帰した。息子に、バイオリニストのオッリ・バンスカがいる。 オっは現在、バイキングメタルバンド、チュリサスで活動している。ありがとうございます。